さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。まず太刀が石なんだよね。あ、これよく見ると長押しの回転切り1回しか書いてないから、陣みたく3連打できねえんだ。石の太刀の方の月は3連続まで出せそうだけど、あれ、ホムラの剣がある。あ、そうなの？ホムラの剣だっけ、剣って言っちゃったけど、あ、それ使いてえな。だけどモーション的にはな、月の方がいいよな。石でいくか。あと半球が良品になっちゃうんだよな。いや、全然気にしなかったけど、波順の矢ってのがついてる。盾をうがつ矢や針を射る。あとは泥投げ OK で、まきびしと煙玉。良品はなんかもういらねえなって感じ。炎上強かったよね。これでいこう。あとなんかスキル、これか。お、8万のフンヌ。フントじゃないの、フンヌ。攻撃回数が2増加。おー、すげえ。覚えよう。5回切れる。よし、じゃあ、第、7幕か。どの伝説をお聞きになりますかな。よみがえる、死人。なんだ、スクバタールという猛虎兵が、死人を、死人を従える秘術を手に入れた。行きましょう。痛ましい話ですぞ。これはクロードが目に見えぬ敵と戦う物語。スクバタールという猛虎兵が死者の魂を写し尾にとどまらせる秘術を得得した。この者の狙いは、目には映らぬ勢を率いて対馬を制しようというもの。スクバタールは人のむくろを言うがままに動く兵に変えたのだ。うわ、マジかよ。見えないの？あと、ホムラの。丸を押すと？だね？でもすぐ消えちゃうのかな？まあ、このぐらいの時間で、で、クールタイムがあると。よし、行くぞ。燃え盛るホムラ。クロードの顔も熱をまとう。あまたのむくろが地面を覆う。血にまみれ、恐怖におののく猛虎兵が助けを求めた。どういうこと？怪我をした猛虎兵と話せ。スクバタール様に裏切られた。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして魂を支配するつもりだ。体から離れたばかりの魂が霧を抜けて姿を現す。おお、ドキッと。己の体を踏みつけながらクロードに襲いかかった。めっちゃ出てきた。ちょっと、しかも侍、たちのサビとなれ。これ効くの？効くわ。うわ、いっぱいおるな。まきびしかかるんかい、幽霊なのに。幽霊なのにかかってる、かかってる。
敵であろうとも、これをやる敵を討ってくれ。眠らせてやりたい仲間を。巻物を手に入れろ。猛虎兵の手にはスクバタールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。しかもさ、この兵日本語喋れるってことは相当エリートなんじゃねえの。あんな目にあってね、同情はしねえが。なぜかスクバタールは怨念を抱く資料兵を生み出す術を手に入れていた。いかなる下地にも従う兵だ。猛虎兵、族、侍はスクバタールの勢の前に倒れていった。浮いてますね。全員操られて魂の抜け殻なのかな。クロードが道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。だが稲妻の光に照らされ敵の姿が浮かび上がる。村を調べろと、村にいる全ての敵を倒せ。まさかエネミーゼロ来るとは思わなかったな。日本語ですね。クロードが道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。だが稲妻の光に照らされ敵の姿が浮かび上がる。当ててやる。もう一回。ダメだ。闇討ち聞くの。聞くわ。目が怖い。めっちゃ囲まれてる。早い。うわ、俺を倒した侍、刀から血を払おうとしてるモーションだった。クロードが道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。だが稲妻の光に照らされ敵の姿が浮かび上がる。あっちの本体倒せばいいんじゃないの。本体ダメかな。そうすればなんかいるね。影はある。つか完全に侍っつうかさ、日本人だよねこれ。めっちゃ侍。剣特攻なのかもしれんが振りが遅い。強いぞこれ。普通に見えないっていうのを抜きにしても強い。うわー、きついきついきつい。普通にしてると見えねえのか。これでも めっちゃおるね。バレた？めっちゃバレたわ。避ける避ける。うっそー。クロードが道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。だが稲妻の光に照らされ敵の姿が浮かび上がる。
いや普通に強えわ。いた。見えないのに闇討ちできるこの侍がすげえ。本編ですらなかったのにこんなの。完全に透明。あと向こうにも行ってなかったっけ。雪の町だ。足跡とか影で見える。登れはするが。いた。やれる？なんか練習してんのか？声するんだが。素振りしてる。やばい。避けるんだよ、追撃を。血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。中か。クロードは書きかけの経典を見つけた。書き上げれば怨霊を退ける力を持つ。そうに続きを書いてもらおう。あと一箇所調べろ。来るかな。反応しねえ。入り口にまた一人いる。そこに一人と、声すんな。2階にいるのか。あいつ倒そう。こっち向いてんのか向こう向いてんのか分かんねえな。すごい煙。の中にいるのか。上か。向こうにいるのかな。ん？なんだ？血の跡は窓へと続いている。何者かが命からがら逃げたのか。窓？経典を経典かを書いてた人かな。声すんだよね、ずっと。
どっかに敵が残っているはずなんだが。どこだ？全然わかんねえ。あ、いた。まだいんのか。歩いてる。たちの錆となれ。狭い。血痕を調べろ。どこだ。向こう。逃げ出した人が、あ、これね、逃げ出した人がいいのかな。当たんねこれに。あ、痛い痛い痛い。めっちゃおるで。わかんねえなこれ。雷が待ち遠しい。追撃を避ける。うー、嘘だろ。くらえ。うわっ、うめえよ。来てる来てる。あー、うそ、復活した。うわっ、嘘だろー。どっから？血の跡？だね。うわー、ステージ長えわ、むずいわって感じだな。全然見えん。影はどこだ。バレた？バレたな。うーん、一発目しか当たんない。スゲガサと同じ。うわぁ、うわ、ちょちょちょ、マジかい。泥投げてこ、泥とまきびし投げてこ。ホムラの剣はな、本当は非常に強いんだろうけど、今この状態だとな、まとわすタイミングがわからん。敵がいるかわからんからな。お、いた。奥に一体。
奥？奥に2人いるのか。こっち側はいないの。もうたいたくしゃうかな。ダメか。ギリバレてない。ギリバレてない。ギリバレてない。いや、まさかの透明。まあ、小次郎がそうだったからな。一応順番通りというかにはなってるんだな。いた今。あ、いた。ウェイ。非常に強いので基本的にはもう闇討ちでやっていこう。正々堂々とは。まあ俺クロードだしな。来たぞ。あら、うん、猛虎兵が書いてたの。あれ、男のムクロが握っていたものは血濡れの経典。奇妙な印が記されている。クロードはこの印の意味を見出そうと思案を巡らせた。どうやら印は怨霊とつながりがあるようだ。不意に遠くから猛虎の万兵が近づいてくる音が聞こえた。猛虎兵を見張る場所を探せ。ここに来んの。この辺にいればいいか。お、風の方にと、あ、ちゃんと指定されてるみたいだ。マックス。モコヘの攻撃を待て。クロードが見ている前で侍の怨霊が霧の中から現れ猛虎兵に襲いかかる。最強の軍団じゃねえかあれ。ただでさえ強いのになさらに見えないなんてな。言ったば俺は。うわー全滅。猛虎兵のムクロからスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。スクバタール、どんなやつなんだろう。スクバタールは同胞の兵や友を生贄にして飼料兵の数を少しずつ増やしているのだ。飼料兵はいかに粗骨であろうとスクバタールの下地に従い恐れを感じることも逃げ出すこともない。ゾンビだよな。あ、でも見えねえんだよ。ゾンビともちょっと違う。燃えてる村へ向かえ。あれ、ここ。クロードは果たしてスクバタールの税に追いついた。囚われた哀れな魂を解き放つべく炎を上げる村へと進む。これスクバタール隊なのかな。ここあれじゃない、金じゃない、
御神木が真ん中、あれそうじゃない？御神木っぽいのが見える。見えてるって素晴らしい。霧に包まれた家を調べる。船着き場、丘の上の家。これなんか雷まだあるってことは、まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。いるよ。霧の家から。上に行けばいいのか。なんだ。びっくりしたやんけ。クロードはある一家のムクロを見つけた。焼け焦げて顔すらわからない。もう一個あんの？上にさらにある。外からか。いや、そこに見えるな。笑ってる。うわあ。ちょ。誰さん？なんか投げてる。お、降りてった。登ってくるかな。構えてます。来た。ちょっと全く見えないんだが。うわー、結局こうなるのか。うわー、生贄。罪のない民が無残に殺されている。その顔は恐怖に歪んでいた。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。うわぁ、恨みの力で幽霊になったのかな。で、次が船着き場となんちゃらかんちゃら。また急に出てくんだろうな、音量が。御神木がある。丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。今矢打ってたよね。あ、そうなんだ。あの幽霊と猛虎兵は戦ってんだ。うわー、そうなんだ。行っちゃおう。俺が手を出す必要なかったんじゃないのっていう。おっと、価値のサビとなれ。いっぱい来ちゃった。めっちゃ来た。頑張って猛虎、頑張れ。モコ、いけモコ。モコ劣勢。もうちょっとでガード崩せるから。やられた。うっす。
3発目が当たらん、当たらん。いや撃ってんな、向こうはいいか。やっぱ焼けてる。むごたらしい村のありさまにクロードは憤った。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。酒飲んでんな。ちょっと ラストご神木か。船着き場って書いてあったか。いた、隊長か。いいだろう、来やがれ。亡霊に比べれば全然マシだ。痛い、やばくない、やばくない、体力的に。めっちゃ回復、めっちゃ吸収。太鼓どこだ。行くか、あっちの奥。あの木は関係ねえんだ。船着き場を調べろ。なんかすげえ音すんな。船着き場、もうこいる。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。ああ、また音量か。やばい、バレてる。バレてないかもしれない。バレてなかった。中に誰かいたの。ここじゃないね、奥だね。あれ木か、なんか象に見えた。おろろろろ、ダメだ、来ちゃったよ。ちょっと雅子さんっぽくない。ちょちょちょ、あぶんな。うっ、めっちゃ揺れとる。ある村人は畜生のように殺され、網の中でただ腐るのを待っていた。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。すべての敵を倒せ。猛虎と亡霊両方ってことか。いそう。ここにいる？うっ、で、なになになに？おい、ちょっと、なになになに？は？え、毒かなんか？ちょっと、なんだ今、食らったよ急に。何だったんだろう今の。あともう一体、亡霊がいた。ああ、びっくりした。燃えてた？たちの錆となれ。あ、ガード向こう、もしかしてこれ。そんな気はする。太鼓太鼓、あーでも回復したわ。何やってた今。
声はするが、いた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 。にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。来いクロードよ、お前を切って戒めとしてその首を獄門に晒してくれよ。クロードでさえこの俺にかなわなかったと思い知るだろう。ご本人さん、力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。うわー、ちょっと待って、やばそう。八門の怒り、倒しきれない。めちゃくちゃ硬い。あと1体いる。あいつ本人はどう言ったんだ。うわくらえ。ちょ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 、やばいなあれ。いや、ちょ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 、これで、うわー、かてー。よしよしよし。資料兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。逃げやがったぞ。あいつとの決着はまた今度か。また月だな。石と月と煙玉と半球、青いのは良品だっけ。青い月の剣だ。青い月の剣、なんかかっこいいな。5回もやられた。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。で、出たのが石の太刀と月の太刀。風の方？お？月の太刀だけど風にもなんの？あ、そうなんだ。それ最高じゃん。あ、しかも近接威力がプラス 8%。 最高じゃん。遠距離は良品ばっかだな。名品が来ない。波順でいこう。護符は変わらず、暗具も変わらず。巻き菱強かったよね。なんだ、使用すると無作為に飛び道具が生成される。いやー、これ巻き菱でいいんじゃないの。まあ結構忘れてたけど後半燃えんのは強い。よし、これでいこう。今回のこのタッチは美味しいんじゃないの。風のタッチと月、風の型と月の型両方使えんだ。あと技なんか覚えた。覚えてねえか。やそらし、これを覚えとけば実は天狗のあれ弾っけたのかな。まあいっか。よし、じゃあそんなところなんですけども、いい時間なんで一旦今回はここまでにいたしましょうか。いやー、やりごたえのある。あと何ステージあるんだ。どの話でも語りましょうぞ。あと2ステージか。ハンニャも出てこねえし。あ、これスクバタールだね。ハンニャはまだかって感じだけど、槍川の火の精霊、ほう、これ続くのかな、この九州の方に。どうなんだろうな。九州は4つしかないのか。まあいいでしょう。そんな感じで今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。